ミスタイムさん、新アイテムですか？あんなんもあるんですね。まあいろいろあって、今までいろんな紹介していただきましたけども、こうゴムをこうやって伸ばすやつとかね、なんかこうボードみたいなやつの上に乗るやつとかいろいろあったと思いますけども、今回もまた奇想天外ですね。まあ肉体に対する欲求ってのは尽きないわけですよ、特に男の子はね、うん、今回も勉強になりました、ありがとうございます。そしてですね、なんかこんなアイテムがあるんだけどまだ手にしてないな、欲しいな、買ってみたいなみたいなのがあったら、またね教えていただければ、私もちょっとレビューしてみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。まあでももうないかな、さすがにないかと思いますけどもね、どうでしょうかね。で今回私がね発注したのはこれ、バンテージなんですよ。まあバンテージ使うことあんまりないんですけども、こういう風なやつね、こういうのもなんかあるんですよね今、うん、まあ本当に使うことがないんで、私通常グローブなんでね、なんで見せたんだって話じゃないですか。なんで見せたんでしょうね。まあ私もこういうのいろいろ興味持ってやってるってことでございます、そんな感じですかね。はい、本当に動画今日もありがとうございました、ミスタイムさん。特に今日はね雨で外歩きに行ったんですけども、まあ、雨で歩くと人がいなくてなんかいいですね。というのがね、私ねイヤホンで音楽かけながらこう歩いてるんですよ、サングラスして。でも近所の方がねどうもって声かけてくるやつってなかなかこう外さないといけないし、メガネも取らないといけないしで落ち着かないんですけども、うん、まあでもね今日は雨だったんで人影もなく、その中でしとしとと歩いているとなんかちょっとね、あ若い頃こんな日もあったなみたいなね、濡れながら歩いたなみたいな思い出をこうふつつと湧き上がるものがありました。なんかね50を前にしてちょっとセンチになりました。ミスタイムさん、またガチンコファイトクラブでよろしくお願いします。行ってみよう。ガチンコ男塾だった。失礼しました。